ダゾーン。ゴールキーパーは大内です。フォーバック右から樋口、野々村、時田、山本龍平、そして山本康介と安永のダブルボランチ、右サイドハーフに佐藤、左に村越、そして安藤と福井のツートップと予想しました。奈良のスターティングラインナップです。ゴールキーパーはマルクビト、3バック右から澤田、小谷、鈴木、神垣と堀内のダブルボランチ、右ウイングバックに駒、左に西田、そして国武と岡田のツーシャドウ、松本健二さんがワントップと予想しています。さあ変化をつけた、低いから山本龍平のクロス、おっと決まった、山本龍平がこの低いクロス、安藤の足元というところでした。山本康介から山本龍平、うまくゴールの左隅に入れてみせました。流し込んでみせました。さあそして左サイド、西田、西田が斜めに走っていく、そしてパスにした岡田、岡田のクロス、ヘディング、シュート決まった、ボレーで生駒が決めました。失点した直後に奈良が試合を振り出しに戻しました。クロスに対してボレーで足を振っていきました。生駒が決めました。奈良1対1同点です。今のシーンです。西田が斜めに入っていきながらニアゾーンに入ってきた岡田へ、そしてこのボール生駒がボレーで決めてみせました。山本龍平、相手を背負いながら、さあ仕掛ける、シュートを放っていきました。しかしここはマルクビットが抑えています。シュート、これはビート止めた、もう一本、これもよく防ぎました。タッチラインがあってスローインになります。松本健二さんが落としたところ、さあ安永から、さあ右を使う、シュート、これはブロック、ナイスキーパー、マルクビート、ここはよくセーブしました。さあ縦に刺して、さあ背後へ抜け出した、これは際どいシュートでした。最後岡田でした。岡田さらにパスにして、ボックスの中には4枚入っている、クロスが入るや松本健一郎が、さあ後方からシュート、クロスバーのわずか上でした。荒垣が最後フィニッシュまで持っていきました。さあここは菊井が蹴ります。インスイングのボールになります。中央ロッテ、クロス、ヘディング、マルクビト、ナイスキーパー、最後時田でした。ヘディング、枠は捉えられませんでした。最後合わせていったのは時田でした。ロングスローでちょっと合わず、ならクリア、そしてここで長い笛が鳴らされました。タイムアップです。1対1ドローゲーム。下田監督は渋い表情を見せました。勝ち点1を分け合う結果になりました。松本は連勝ならず、奈良は中田大成初勝利、今日もなりませんでした。ダゾーン